ビビットキャンパスの皆さんも大丈夫ですか？おお、いいね。かなり気合い入ってる感じ。お客さんたちにビビットキャンパスの花丸アンダンテをしっかりと聞いてもらいましょう。お客さんたち、きっとビビットキャンパスの登場に沸くと思うわ。その雰囲気と応援してくれているお客さんたちの顔、しっかりと目に焼き付けておくのよ。お客さんたちはいろんな思いを込めて私たちを応援してくれてるわ。だからこそ私たちもしっかりとお客さんの顔を見て、その思いを受け止めないといけない。いつからか私たちパスパレ全員がライブ中に特に意識していることよ。あやちゃんの影響でね。実はそんな思いもありまして、アンコールは客席の照明を入れたままにしてもらっています。お客さんたちの顔よく見えると思いますよ。一番後ろのお客さんまでしっかりと目を向けてね。それじゃあみんな、アンコール行こう。ビビットキャンバスでした。皆さん盛大な拍手をお願いします。今日は皆さん本当にありがとうございました。ビビットキャンバスのみんなも本当にありがとうね。ですね。このライブをするにあたって、本当にたくさんのことがありました。今まで経験したことのないような不安を感じたり、足が震えて、その場から一歩も踏み出せなくなってしまうようなこともありました。あやちゃん。会場のお客さんの視線がすべて、あやちゃんに引きつけられているみたい。会場を見渡してみると、全員があやちゃんを。そこにいるのは。よかった。スタッフさんに用意してもらったチケット、ちゃんと届いたのね。彼女に。だけど、今日、こうやって皆さんと会えて、本当に幸せです。これからも私たちは、私たちらしくアイドルをしていきますので、応援、よろしくお願いします。お願いします。皆さん、アイドルは好きですか？それでは最後の曲、聴いてください。タイトルアイドル。先のわからないこの世界にいるからこそ、私はちゃんと理解したい。その先にはきっとしっかりとした輪郭を持った私の夢が待っているから、これからもパスパレであり続ける私が。この世界って先が見えないから面白いよね。これからパスパレのみんなとどんなことを乗り越えていくんだろう。なんかルルルルってしてきちゃうよ。先が分からなくてもみんながいれば大丈夫です。それぞれ形は違っていても、仲間を支え合う気持ち、パスパレを思う気持ちは一つ。決して終わらない壮大な物語を描くため、その背中、私が守らせていただきます。先が見えないからこそ、じっくりと考え、自分が納得できる答えを出す。それがきっと一番自分らしいアイドルとしての姿。その答えが間違っていたっていいんです。失敗したっていいんです。だってその歩みこそがアイドルなんですから。